郡司公平は、神奈川県横浜市出身の競輪選手。日本競輪学校第99期生。日本競輪選手会神奈川支部所属。師匠は、元競輪選手で、父親の軍司森を、全日本リトルリーグ野球選手権大会で優勝を、経験。横浜市立横浜商業高等学校、在籍時代も野球部で活動した。しかし、 在籍時代は甲子園大会に出場することができず、3年夏の全国高等学校野球選手権大会、神奈川大会終了直後には将来の目標を見失っていた。しばらくして父親の森尾が競輪選手であることから、それに習いたいと森尾に伝えたところ、普段は温厚な性格の森尾が態度を一変し、誓約書を書かされてようやく指定関係となった。 競輪学校における在校競争成績は第10位。2011年1月15日、ホームバンクの川崎競輪場でデビューし2着。初勝利は同年1月16日の同乗。2016年、第67回、高松の宮記念杯競輪の決勝に進出し2着。2017年、第1回ウィナーズカップにおいて G2 初優勝。2019年、 第35回共同通信社配競輪において2度目の G に優勝。第61回朝日新聞社配競輪祭では、落ち者により途中棄権したものの、獲得賞金額で、初めて競輪グランプリ出場権を獲得。年末の競輪グランプリ2019に出場。そして2020年は、初の S 班を確定させた。2020年、第62回朝日新聞社会競輪祭。 決勝戦で番手まくりを決め、悲願の GI レース初優勝を果たした。また同時に、地元開催となるケーリングランプリ2020、出場権獲得と2021年も S 班を確定させた。2021年、序盤は好調を維持し、当年の GI 初戦である、第36回全日本選抜ケーリンでも番手まくりを決めて、GI を連覇。 二つ目のタイトルを獲得。5月の第75回日本選手権競輪でも決勝戦に駒を進めたが、ゴール全微差で敗れに着。ただ、6月の第72回高松の宮記念杯競輪では、車体故障の不運もあり二次予選で敗退。8月の第64回オールスター競輪は病気欠場した。ありがとうございます。